はい、皆さんこんにちは。ハレリアプローズの津村です。はい、ご視聴ありがとうございます。ハレリアの伊藤淳です。はい、始まりましたハレルヤコンバット。そんな中適当に拍手したけど、はい、ハレリアコンバットって何なんですか？ハレリアコンバットはハレリアがお届けする新しい MTG 対戦バラエティです、うん、でここに入ってます。入ってない。はい、記念すべき1回目は僕と、伊藤淳さん、松岩さんということで、はいはいはい、まあ、じゃあ、まあ、要はこの対戦動画の企画です。はい、あまりに台本だ。はい、ちょっともうちょい気に利かせるやと思いましたけど、まあまあまあね、はい、頑張っていきたいなと思いますけど、今回はまあ1回目ということで、はい、まあ、せっかく僕らなんで、まあ、僕が勝ったら編集長の座を編集長の座を僕にいただこうかなと。あ、じゃあ、まあ、まあ、俺が勝ったら、ケンチが1回遅刻するたびにハリヤで降臨のワームを1枚購入していただくっていう降臨のワーム貯金をスタートする。まあ、はい、わかりました。まあ、真面目な社会人なんで、そんなに遅刻とか、そんな遅刻しない、はい、うん、まあ、1年に5回ぐらいかなと。いうことで、まあ、あんまりするけど、まあ、はい、そんな、ただ喋ってもあれなんで、はい、とりあえずじゃあ、やりますか。はい、やりますか。キープです。こっちもキープです。はい、ハンドコンの感じです。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。とりあえず置く、奥は置く。とりあえず置くは置く。これを浴びたい名刺みたいな。どれでも入ってるから魂のカード。ゼロ、モダンはゼロ。どうかな。セットランド5。アキープ。アキープ。アキープ。どう。こちら。ああ、シャッフルしていいかな。シャッフルしていい。はい、どうぞ。見えてるからな。まあ、ちょっとアキープ。はい。お、これは。通常の18。はい、はい、大丈夫、死なない。これがラストターンだ。これがラストターンだ。マナがない人は止められないから。ふい、まさか15。はい、大丈夫です。いいですか。じゃあ緑マナを出しました。はい、アンタップ2クルで17。これをすると通るのか。かかったな。かかったな。消えました。じゃあ、あんた。はい。じゃあ、もう1枚出しました。で、1個使った。ガレットカウンター。はい。で、これ白出しました。はい。で、今白。うん、取れました。じゃあ。4億マナですか。緑4億マナ。いくらでも。緑4億マナですけど。X1 億。いやー、楽しいな、マジック・ザ・ギャザリング。回りすぎちゃう。楽しいな、マジック・ザ・ギャザリング、これ。サイドボードするか。あんなできてやったことがない。しかもカードほぼ見てないって。散々やったからね。決まってるんだから。シャドウが入れたいカードがない。てかこんなマッチはね、まだ MO ですら当たったことがない。あんなに頑張ってさ、英語まで記事書いたのに全然誰も使ってる気配がないんだよね、このデッキ。やはりクリックがめんどくさいって最大の難点。誰もコピーしてくれないんだな。
はい、じゃあ先手で。はい。悩ましいハンドを見せる。これがね、マジック・ザ・ギャザリングジレンマ感じるかしょうがない、マリガモしよう。カザーキはマリガモしたらライバリートップ見るかどうか。危ねえ危ねえ危ねえ、マリガモしたらよかった。やっぱね、ちょっとね、山賊の頭の間、見知らずバブルだけではちょっとね、緑罠に後手というの、緑罠にたどり着けるか。いや、その時僕も1回だけ回したけど、まあきついよ。まあそうだね、緑罠はない。緑罠10枚だからね。だんだん気がしてきたなダブルワニかんかな、これダブルワニかもしれない。うんうん、行きましょう。キープデスクライ、はい、はい、じゃあ3点17。うん、あー、そう、かけた明らかにかけてですお今うん、シュッシュッ、はい、表示が出ると安心するからねマジックオンラインにおいては12。はい、あれ、まさか、もうすでに、おお、これはいいぞ、いい流れだ。なるほど、トイ、はい、ドロー。スタック。ドロースタック。ドロースタック起動。ん？ 19。はい。柵に溺れた感があった。変なことしないで。変なことする必要がなかった。む。17。17。
うん、OK、OK、うん、6じゃん、プロだよ、7から、うん、6、6、6、6で、終わり。しかし、ちゃんと置くかな、ダメージリストを置かないか。とりあえず殴ってから考えるか。ほら操作に15対4。すごいや、クルセイダー。確かに全然あれ、ハンデスイカなんもないから。しかもいっぱい探すカード入ってるから、結構ね、確かに結構買ってしまうんだな、これ。しかも初見だと無理だね、インパクトターンがあんま入れないから。そうすごい。はい、というわけで、初めてのハリラコンバット、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ダブルマリガンの松川さんにボンボンにされたわけですが、ミランクルセイダー強かったです ね、 そうですね。あれは素晴らしいサイドボードだと思います。じゃあ神戸の時に入ってなかった。あ、そうですね、神戸の時は入ってなくて、ちょっとやっぱそのせいでそのせいで確かに、まあ、記事にもね、サイドボードの練り込みが甘かったと書いてありましたが、はい、まあ、今回1回目ということで、次回以降は、他のハレリアプローズであったり、違うフォーマットであったり、これからさまざまなハレリアコンバットをお届けしていく予定ですので、これからも続くんですね、この企画。続くらしい、まあ、台本に書いてある以上続く。はい、というわけでこれからも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハレリアチャンネルを登録しておいていただくと、動画の更新情報などいち早く知ることができるので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、第1回ハレリアコンバット以上になります。ありがとうございました。なんかちょっと忘れてません。え、でも僕が買ったんで、あー、僕は遅刻のために氷の1枚を貸していただくっていうことで、遅刻とかそんな僕がするわけですか。はい、はい、というわけで、遅刻したら、じゃあ視聴者の皆さんに、遅刻するたびに氷の輪もしないんで大丈夫です。はい、先週2回しました。はい、というわけで、じゃあ第1回ありがとうございました。ありがとうございました。